ピードモント航空349便墜落事故とは、1959年10月30日に、ピードモント航空349便が、バージニア州、クローゼー付近のバックスエルボーさんに墜落した事故で、ある。この事故で、乗員3人と乗客23人が死亡した。唯一の生存者、アーネスト・ P ・フィル・ブラッドリーは、 重症追い座席に縛り付けられたまま残骸付近の地面に横たわっていた。その後の調査で事故原因は以下の通りであると断定された。ナビゲーションの省略により横方向のコース誤差が生じた。それは精密計器侵入手順の間検出されず補正されなかった。事故に寄与する要因は精神的ストレスの結果として船長が没頭していた可能性がある。 バックアイペースメーカーと名付けられた事故機は N55V として登録されており、製造番号は2447であった。事故機は以前はメトロエアトランスポートで N53593 として飛行しおり、その後1956年12月にピードモント航空に売却された。カバビューン、リチャード、アクシデントディテールズ、 planecrashinfo.com 2014年3月17日閲覧ありがとうございます。